問11ですね。アウトレットボックス、金属製のですね、使用方法として、不適切なものはどれかっていうんですね。E は金属管工事で電線の引き入れを容易にするために用いる。これ適切ですね。からロ、金属管工事でですね、電線相互接続する分に用いる。これも適切ですね。ハですね、配線用遮断機、いわゆるブレーカーですね、を集合して設置するのに用いる。これは分電盤とか配電盤ですね。で、これが不適切ですね。から2ですね、照明器具などを取り付ける部分で電線を引き出す場合に用いると。これも適切ですね。問い12ですね、使用電圧が 300V 以下の屋内に接する器具であって付属する移動電線にビニールコードが使用できるものはっていうことですけど、これビニールコードですんでね、いわゆる熱を、ね、発するようなものですね、コンロとかトースターとかですね、こういうものは使えませんね。したがってこれは E のですね、電気扇風機が、該当します。問い13ですね、金属管、高性能ですね、電線管工事で切断および曲げ作業に使用する工具の組み合わせとして適切なものはどれかっていうんですけどね、E のですね、これヤスリはいいんですけどね、パイプレンチはこれ電線管回すもんですよね。それから灯のトーチランプはこれ合成樹脂管を加工するもんですから、これ具合悪いですね。でローですけどね、これリーマーはあれですね、金属管の内張りを取るもんですね。それから金切りの子はこれは電線管を切るもんですね。それからパイプベンダーはこれはパイプをですね、挟んで作業する台のところですね。これロが該当しますね。それから、したがってハートにはですね、ちょっと具合の悪いものが入っておりますですね。適切なのはロであります。はい、問い14ですね。極数6の三相化型誘導電動機をですね、周波数 50Hz で使用したとき、最も近い回転速度はいくらかというんですね。これは回転速度はですね、P 分の 120F ですから、式が6分のですね、120×50 と。で、6と120を約分しますと、これ20になりますんでね。20×50 になって1000と。1分間に1000回ということになりまして、ロが該当しますね。問い15ですね、系統連携型のですね、小出力太陽光発電設備においてですね、使用される機器はどれかっていうんですね。E の調合機のこれ照明器具の明るさをね、調整する機械ですね。それからロの低圧の深層コンデンサーですね。これは、モーター電動機のですね、力率改善に用いる部品ですね。それから刃の自動点滅機ですね。これは街灯なんかでね、周りが暗くなるとスイッチオンにして街灯をつけて、で朝になってですね、明るくなればスイッチオフにしてですね、街灯を消すということですね。でこの2のパワーコンディショナーです。これはね、いわゆる太陽光発電で発電された直流ですね、の電気をですね、これを交流の 100V に変換するという、そういう機器です。したがって、15番の答えは2ですね、それが該当します。問い16ですけどね、この写真はその材料の用途はどこかということですね。これはあの木造用のですね、スイッチボックスですね、いわゆるスイッチとかですね、埋め込みのスイッチとか、それからコンセントですね、これ取り付けるボックスです。したがって答えはですね、E ですね、住宅でスイッチやコンセントを取り付けるのに用いるというところですね。問い17ですね、これは示す器具の用途はということです。これまあリモコンのね、関係の部品ということは分かるんですけど、ね、左側にね、接点が書いてありますんでね、これはいわゆるリレーですね、リレーとして、の部品だということで、ローが、該当しますですね。はい、問い18ですね、この工具の用途は何かですよね。これトーチランプですわ。したがって
硬質のね塩化ビニールの電線管をですね曲げたりジョイン接続した時ですね使うもんですね。でこのローのですね下等電線管っていうのがあるんですけどね、これはちょっと接続する時ですね、これはそれ用のですね部品使わないかんですね。これがちょっと引っ掛け問題と思います。用途は E のですねが該当します。はい、問19ですね。単層 100V の屋内配線工事におけるですね、絶縁電線の相互の接続で不適切なものはどれかということですね。E の絶縁電線の絶縁物と同等以上の絶縁効力のあるもので十分被覆したと、これはいいですね。からロのですね、電線の引っ張り強さが 15% 減少した、これ 20% 以下ですね、なら OK です、これね。それから刃ですね、電線総合を指で強くねじりですね、その部分を絶縁テープで十分被覆した、これちょっとねじっただけじゃダメですね、これはペンチでしっかりねじって、その場合はですね、ハンダ上げですね、ハンダ上げをせないかんということですね。それか、スリーブですね、これを用いるということになりますね。それから2のですね、接続部の電気抵抗が増加しないように接続したと、これはいいですね。したがって不適切なのは刃ということですね。問20ですね、 100V の低圧屋内配線工事で不適切なものはどれかっていうんですね。 E のフロアダクト工事でですね、ダクトの長さが短いのでディッシュの設置工事を省略したというんですね。これはダメですね。フロアダクトというのはいわゆる床面ですね、これに成功しますんでね、これ必ずもう設置せないといけませんな。はい、これが不適切で、これが回答になりますね。あとは全部正解です。はい、20番は E が該当します。